こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ霊夢、日本人とは一体何者だと思う？あら、何よ急に。日本人とは、日本国籍を持っている人のことでしょ？それは現代になってからの話だろ。まだ国という概念がほとんどなかった頃、日本人とは一体どんな人のことを指したんだろうか。そうねえ、日本に住んでいて、日本語を話して日本人に多い DNA を持っている人とかかしら。そうだよな、私もそう思うぜ。だが実は、日本語というのがとても特殊な言語で、日本人の祖先とも言える縄文人が持っていたと言われる DNA に関しても謎だらけだとわかったらどうする？そうしたら、日本人というものがますますわからなくなってくるわね。その謎について、詳しく教えてちょうだい。それじゃあ今日は、日本人とは何者なのかという深まる謎について、詳しく紹介していくぞ。よろしくお願いするわ。それじゃあみんな、ゆっくりしていってね。突然だが、霊夢は日本語が世界的にも習得が難しい言語だというのは知っていたか？アメリカの国務省が公表している言語習得難易度ランクにおいても、日本語は英語を母語とする者にとっては最高難度を誇り、さらには同じ最高難度のカテゴリーにある他の言語よりも難易度が高いと言われているんだ。私たちは当たり前に喋っているから実感が薄かったけど、日本語ってそんなに難しい言語なのね。そうなんだよ。日本語はまず、漢字やひらがな、カタカナなど文字の種類が多すぎるし、漢字も音読みや訓読みがあって場合による使い分けが多い。擬音語や擬態語などのオノマトペを多用するし、曖昧な表現を好んで使う特徴がある。ふふ、こんなに多彩な言語を使いこなしている私たちってすごいのねー。いきなり調子に乗り始めたんだぜ。この難易度の高さは、日本語が孤立した言語だということも関わっていると考えられる。とある国際研究グループが現在使われている3700もの言語を対象に、100の基本的な単語を比較したという研究がある。この研究では世界の言語は音と意味の面で著しく共通していることが見出された。3700もの言語を比べるなんてとっても規模の大きな研究ね。海外ニュースサイトテレグラフが研究結果の詳細を発表したものによれば、例えば花の渦を意味する単語はネイヤウーズのような音が、ほとんどの言語で見出されたようなんだ。また、赤レッドを意味する単語は R の音が含まれていることが分かった。こんな感じで、数千の単語の中に共通の音が含まれていることが分かったんだよ。え、ちょっと待って。日本語の花っていう単語にはネイモウもウズも入ってないし、日本語の赤っていう単語には音読みをしても訓読みをしても、R の音が全く含まれてないんだけど。そう、これがまず日本語が持っている特殊性を象徴する出来事の一つだ。音と意味が著しく共通しているという世界の言語の中でも、日本語だけはその仲間から外れているんだよ。他にも、世界でよく猫の鳴き声には無応有の音が当てられるのに対して、日本語はニャーで一切無の音を聞き取っていなかったり、音の関連性がよく見られるという体の部位に関する単語においても、ほとんど同じ音が見出されなかった。ここまで仲間外れになっているとなんだか寂しくなってくるわね。日本語の起源とは？ねえねえ、でもさ、日本語には漢字があるじゃない？これって中国から入ってきたものを元にしているんじゃなかった？お、いいところに目をつけたな。日本はかつて仏教の導入を中心に言語とともに中国文明を取り入れた。中国の言語である漢語は、国の正史や記録に用いる公用語としての地位を獲得するようになる。ただ、日本人は言語の導入においてそれだけでは終わらなかった。これまで話し言葉としての見つかっていた現日本語に対応する文字を、漢語を元にして新しく生み出してしまったんだ。漢語で話すんじゃなくて今までの話し言葉はそのまま使いながら、書き言葉、つまり文字としても表せるようにしちゃったってこと？そういうことだな。漢語の話し言葉が広がらなかった理由、そして新しく文字まで作ってしまった理由は、様々な憶測こそあれど詳しくは分かっていないんだぜ。日本人の新しいものを外国から取り入れて自分たちの好きなようにアレンジしちゃうやり方は、すでにこの頃から始まっていたのかも。こうして日本人は漢語を使いながらも現日本語に対応する文字を新しく発明し、全く新しい言語を生み出してしまったというわけだ。現日本語と言っているものもどこから来たかわからないの？ああ、どの系統に属するかどうかもいろいろな説があるくらいだからな。当時、世界最先端の文明であった中国文明の導入は書物を通して行われたから、漢語は文化人の持っていて当然の教養であり国の中枢にも関わる大切な要件だった。それでもなお、現日本語は失われることなくひらがななどの文字を得ながら生き残ったんだ。日本の和歌や文学などの豊かな文化はひらがなを通して現世まで残されている。よく考えてみればこれってすごく不思議なことよね。多様性の観点から言語を保存するなんて発想は当時の人たちにはきっとなかったでしょうし。
考えれば考えるほど、現日本語が生き残ったのが奇跡のように思えてくるわ。日本に住んでいた縄文人。言語の話をしたところで、次は日本人の祖先の一つと言われる縄文人の DNA について話をしよう。縄文人っていうのは、縄文時代に暮らしていた人たちのことよね？うん、まあ、そのまんまだけどその通りだな。縄文人は、約1万6000年前から3000年前まで続いた縄文時代に、北海道から沖縄本島にかけて住んでいた人たちを指す言葉だ。身長は男性が160センチ弱で女性は150センチに満たない程度だったという。体格はがっしりとしていて、彫りの深い顔立ちが特徴だったと言われているぞ。今の日本人に比べれば背が低いのね。縄文人は、長い年月の中で独自の文化を醸成させ狩猟採集生活を基盤とした定住生活を送っていた。定住生活を送るということはすなわち社会全体の知識が蓄積できるということでもある。こうして縄文人たちは、世界でも類を見ない複雑な祭祀や儀礼を持つ文化を作っていったという。縄文時代の文化や技術は当時世界最先端で縄文土器は化学変化を利用して作られているから、人類初の化学製品とも言われている。そんなにすごい文化を持つ人たちだったのね。それにしてもさっき、縄文人は日本人の祖先の一つって言っていたけど、今の日本人は縄文人の DNA をどれくらい受け継いでいるのかしら？研究によれば、約 12% ほど受け継いでいると言われているぞ。1万年も昔に住んでいた人たちなのに結構残っているわね。残りの 90% くらいは、また他の人種との混血が進んだっていう感じね。さて、およそ4万年前から日本列島に住んでいたとされる縄文人の祖だが、彼らは日本列島で生まれたわけではなくどこかからやってきた人々のはずだ。それでは、彼らはどこから来たのだろうか？そりゃあ、中国大陸から来たんじゃないの？なんてったって一番近い大陸なわけだし。そう考えるのが自然だよな。ところが、2016年の国立遺伝学研究所の研究チームが出土した縄文人の歯を使って、DNA 解析を行った結果によると、中国大陸の人々の DNA とは違うルートからの DNA が混ざっている、ということが分かったんだよ。え、そうだったの？ああ、日本人は中国人や韓国人と比べて大きく遺伝情報が異なっていたようだ。日本人は D2 というタイプの遺伝子を持っているんだが、これは非常に特殊な配列で、世界的にも珍しいものだと言われている。この遺伝子を持つのは地中海から中東の国々の人が大半だという話だから、不思議だよな。地理的に離れている人たちと同じ DNA を共有しているだなんて、それなのに、その間に位置する中国や韓国の人とは DNA が違うのは、一体どうしてなんでしょうね。その辺も謎だらけなんだぜ。人類はアフリカで生まれたと言われているがそこから東に行ったところで分化し、一部が東南アジアへ、また一部が大陸を通って日本へ行ったものだと思われていたが、中国や韓国の人々と DNA が異なっていることで、これらの定説は、間違っている可能性が出てきてしまったんだ。この結果、日本人のルーツが全くわからなくなってしまったんだよな。私たちって一体何者なのかしら？2019年、新たな DNA 解析が行われさらなることがわかった。船泊遺跡で発掘された約2800年前の人骨の奥歯を解析した結果によると、大陸の人たちとの DNA とはやはり違いが大きいことに加えて、遺伝的に近いのは極東ロシアや台湾の少数民族だということが分かったんだ。ロシアや台湾の方にも縄文人たちが渡っていたのかしらね？そうだな、大陸に渡った人類とは早いうちから分化しながら、日本列島に渡ってきたのが日本人の祖先であると考えることができそうだ。また、縄文人の祖たちはベーリング海を渡ってアメリカ大陸に渡った者もいるのではないか、ということも分かったんだ。ベーリング海ってどこ？アメリカと日本の間にある、太平洋北部の海のことだ。いやめちゃくちゃ広いじゃない。こんなに広い海を渡るのはいくらなんでも無理じゃないかしら？ところが、アメリカのアイダホ州で発掘された器を放射性炭素年代測定してみると、1万6600年前のものだということが分かったんだよ。これは今までアメリカ大陸への最初の入植者たちの文化と考えられているクロービス文化よりも、1000年以上遡るものだと言われているんだ。しかも、この器は日本で見つかったものと一致しているんだよ。クロービス文化を持つ人々よりも1000年以上早く、縄文人の祖たちがアメリカ大陸にたどり着いて暮らしていたかもしれないってことね。これまでは、シベリアからアラスカを通って、アメリカ大陸へ歩いてやってきたと考えられていたんだが、先ほど出てきた器はシベリアのものとは一致しなかったんだ。だからこそ、日本から太平洋を渡って回路で来たのではないかという説が、新しく出ることになったんだよ。当時の縄文人の祖は、もしかすると私たちが想像もできないくらい、高い航海技術を持っていたのかもしれないわね。
この説を裏付けるかのように、アメリカ最大のネイティブアメリカンであるナバホ族は、日本人ととても顔が似ていたり似ている音を使った単語が多いことで知られている。さらには、ナバホ族には特定の神がおらず自然や全てのものに万物の神が宿っている、という考え方をしているんだ。これは日本の800万の神々の思想ととても近くなっているんだよな。ナバホ族と日本人の祖が一緒だとすれば文化を共有していることも説明がつくわね。まさか、海を隔てた遠いところに DNA 的な意味での兄弟候補がいたとは。このように日本人は、今当然のように使っている言語のことも、祖先のこともよくわかっていない多くの謎に満ちた民族なんだ。これから研究が進めば、さらに太古の人類の足取りがわかって、実はとんでもない人たちと DNA が一致していたことがわかるかもしれないぞ。さて、今日は日本人は何者なのかという謎を言葉や縄文人に絡めて紹介してきたわけだが、どうだったかな？霊夢。日本語がいかに孤立していて特殊な言語かということがよくわかったわ。それに、縄文人の祖先がどこから来てどこに行ったのかも謎が多いのね。てっきりアジア人は同じような遺伝子を持っていると思っていたから、日本人だけが違う DNA を持っているというのはすごく意外だったわ。日本人に関する謎はますます深まるばかりだ。自分に流れる血のミステリアスさに思いを馳せるのも、面白いもんだよな。本当にその通りね。このチャンネルでは今後も、歴史に関するいろいろなことについて、紹介していくんだぜ。みんなも日本人が何者なのかについて考察をぜひコメント欄に書いていってね。チャンネル登録もしてくれたら、嬉しいんだぜ。それじゃあまた、次回の動画で会いましょうね。最後までご視聴、ありがとうございました。